思っちゃって。分かった。だってこれずれてたもん今。はい、ということで、はい、トラックマン、うん、ただ弾道を計測するだけではなく、はい、このようなコンバインテスト、まあ半分ゲームみたいな感じなんですけど、指定された距離を、まあキャリーですね、距離を合わせる、はい、方向を合わせることによって点数が出るというゲームがあります、はい、アサジプロに挑戦してもらいましょう。イエイ、お願いします。イエイ、まずはですね、はい、60ヤードからキャリー60で、要は方向を回さないといけないんですね。そうです、打つたびに点数が出ますので、はい、その平均値が最後のトータル点数になります。 OK です。60キャリーね。やばいっすよ先輩。フロムピン 7.3 ヤードなんで54点です。ひどっ。ちょっとキャリー届いてないです。でも60でピッタリだったね。トータルはですね、トータルはキャリーをこれ合わせなきゃいけないんで、ちょっと強めに打った。さあどうだ。あー、フロムピン 4.1 ヤード、76。やばいって。今65点です平均。65点やばいですよ。まあ、ちなみに言っちゃうと、僕はさっき76点でした。やばいやばい。83点。まあまあ。はい、次70ヤードです。 PGA ツアーの最高は90だっけ。なんか見たデータだと90点なんてみたいな感じでしたね。70ヤード。俺この類苦手なんだよね。わかる。やばい、これ絶対やばい。85点。僕もさっきやって思ったんですけど、うん、まずその70先のものが見えてない状態で70ヤード打てって言われるのってすげえ結構難しくないですか。イメージが、ね、出ないね。ピン70のところにピンがあってですよね。あそこにキャリーってなったらなんとなくわかるけど、こうスピードのイメージとかできますもんね。でもこれができればやっぱその見た目に惑わせない、まあそういうことですね。のも養われてくるね。養われますね。微妙に届いてないですね。難しい。さあ、お、まあまあ、高得点。90点超えたらまあまあいいよね。いや、めっちゃいいです、ね、はい、続きまして80ヤード。あ、マントビ。マジかよ。苦戦しております。お、素晴らしい。お、いいね。これはバリチャンスでしょ、はい、入るまである。入るまであります、ね、いや苦戦しております。続きまして90ヤード。普段コースで90だったら3度で、うん、はい。お、完璧ですね。やっぱフルショットだと距離ありますね。うん、距離感合いやすい。はいはい。お、まずまず。まずまず。はい。多分これを見てる人はみんなホッとしてると思います。ツアープロでも難しい。いや、マジむずい。抜けたとこ。チーン。はい、続きまして100ヤードです。さあ、クラブチェンジ。52度で。52で。タウトあった、うん、ありました。さあ、100ヤードどうだ。おー、まずまず。バーディーチャンス。おー、100点。来ました、100点。来たよ、来たよ。この辺の距離はね。100ヤード以内はって言ってましたもんね。100ヤードはもうバッチリですね。お手の物ですね、これは。いやー、ぴったりですね。ちょっと大きいが 0.7 ヤードオーバーっていうね、この感覚、素晴らしい。120ヤードです。120か。ちなみに僕は120ヤードが一番高得点でした。なるほど。はい。48度。48度で、120ヤード。はい。これはフルショットですか、普段は。フルショットです。はい。分かった。だってこれずれてたもん今。マットが。打ってくうちにちょっとずれてましたね。さあ、ツアープロもマットのせいにします。
あ、でも80点。危ねえ。耐えた。ギリギリ。いや、ちょっとさ、さっきは距離、普段行ってないからさ。はい。ちょっと力みましたね。うん。いい入り。5! 飛んでなかった。飛んでなかった。やべやべやべ。80.1。まずい。やばいやばいやばい。ツアープロの意地を見せることはできるのか。89点、まずまず。まあ、これ89だったらまあまあ。そうですね。140。はい、140ヤード。140か。微妙なんですよ、俺。さっきの感じだと9ですか。9なんだけど、まあでも、9で。9でいきます。行かない距離を打つよりかは、はい。9で普通に。縦距離を合わせると。そう。さあ、どうだ。おお !100 点。もう、これは多分カップの縁に落ちてますね。落ちたね。0.1 ヤードですからね。カップの縁がえぐれましたね、多分。縁に当たる。あ、一番ダメだから。あ、縁に当たると。縁に当たる一番ダメ。どっか行っちゃう。あ、じゃあ、これは0点ですかね。0点。さあ、どうだ。素晴らしい。まあまあやね。いや、完璧ですね、これ。やっぱ、あ、でもテレビと一緒は140ぐらいで、ね、やっぱ一番安定するんですかね。これもいい。ちょいショート、まあ、まあまあまあ安定してましたね、うん、はい、はい、次160ヤードです。何番でいきましょう。8番やんで。実際8だと結構しっかりめですか。160キャリーは165ぐらいだね。キャリー試合だと160ちょいぐらい。はい、普通に打てば行くはず。はい、お願いします。ちょっとやばい。5。ちょっと緩んだか。ちょっとどころじゃない。13ヤードを手前のガードバンカーに突き刺さりました。お前が飛ばないね。お、今度はしっかり打った。あ、やっぱいかねえな。ちょっと届いてないですね、うん、どうしますか。番手変えますか。変えないですか、うん、頑張って届かせます。はい、おお、おお、まずまずちょっと振った分捕まって、左それた分点数がちょっとあれでしたけど、距離はほぼぴったりでした。はい、次180ヤードです。6番や、はい、これはね、いいと思うよ。ちょうどいい感じですか、うん、おそらく普段コースでもキャリー180って言われたら6。どうだ。おお、まずまず。気持ち左行った分って感じですね。縦距離はほぼ合ってます。4ヤードぐらいしかずれてないですね。まあ180ヤード先で4ヤードのずれだったら全然ないそうだね。ないそうですよね。はい、きた。完璧、どまっすぐ。94点。純粋に 4.7 ヤードショートした分だけって感じですね。ピンは180のとこ、今の感じでピンが後としたら入ってるからね。あ、そうですね、トータルが181度。1ヤード奥に行く感じでピンにガタッコチョン。ナイスイーグルです。はい、120点です。ありません。ないか。94点です。あ、ちょっと弱かった。ちょっと擦りましたね。ドライバーは基本的にはまっすぐ行ってるかどうか。あ、もう本当に左右のブレで。はい、さっき2球目で僕ちょいプッシュしたんですよ、うん、そしたら35点とかなりました。35点。ちょいプッシュ結構し厳しい。ドライバー 10ヤードちょっと右プッシュしたら35点だった。さあどうだ。ほらほら、69点。ちょっと巻くと、うん、結構こうなっちゃうんです。シビアなんですよ。なるほど、ドライバーが一番難しい。そう、ドライバー難しい。いやー、素晴らしい。飛距離じゃない、距離じゃなく方向を重視しましたね、うん、89点です。ちょっとむずいな。これが最後の球ですか。とりあえずこれが1周目、これもう1周あるから。もう1周。そう、60球打たなきゃ。結構しんどい。これいったんじゃない、まっすぐ。
うわ、マジかよ。巻いた分、ちょっと巻いて、全然コースだったらね、いいんですけど、これは63点になっちゃいます。はい。はい、これで1周終わって、もう1周60ヤードから始まる感じで、とりあえず1周目は 82.2 点。はい、まあ、後半は早回しになると思いますが。了解です。はい、お願いします。まあなりやすいね、ドライバー打った後さ。まあそうですね、そう、そういう難しさもあるんですよね。これ絶対弱い。おい、行け、ゴもうコースだったらブチギレ案件ですよ。10ヤードお前よ。あんた。グリーン出てます。あのね、疲れる、ね。結構疲れるんですよね。いや結構やっぱ急遽集中しなきゃいけないし、60球っていうと実際ワンラウンドよりも多く打ってますからね。いいんじゃないですか。おお、来た、100点最後100点やった。おお、84いった。点数よしよしよし、もう言っちゃったけど興奮して84.1点。はい、トラックマンコンバインコンプリテッドビューリポートこれです。さあ出ました、はい、でね、ヘルスケアサジー、はい、84.1点。Yeah. ハンディキャップはプラス5 or better で、こういう感じでグラフが出まして、あ、ちょっと一番左に映ってないね。あのこちらがこの60ヤードは平均点が 66.8 点です。そして一番素晴らしいのがこの100ヤードですね、 94.8 点。まあ、やっぱこの辺がツアーで活躍できるラインなのかなと。あ、なるほどね、はい、はいはい。まあここだけちょっといいからいいから隠しといてくれよそこ。こうやって全部の数値も後で見れますし、ああああ、これはあのメール送られてくるんで、はい、後で見ることができます、はい、左右のブレもこんな感じで、まあ、まあまあまあ、ほぼ落ちてないですね。ほぼね、こんだけあればグリーンには乗ってるよね、うん、まあ、傾向もわかるということで、はい、どうですか、初めてのトライだったと思いますけど。いや、あの面白いね、これね。面白いですよね。これだから今インドアじゃん、はい、じゃなくてちゃんとターゲットがあるところでやったらまた違うと思う。やったら多少は良くなる、まあわかんない、悪くなるかもしれないけど、はい、でも結果は多分変わりってきますよね。多少変わると思う、やっぱ、ね、ちっちゃいとことか、はい、やっぱ60とかってピンがあって見た目でやっぱり見た目で結構判断したところがあるから、まあでもやっぱこういうその何もない状況でもしっかり60打てないと、うんうん、そのね、あの見た目とその距離のギャップがあるじゃん、はいはいはい、でそういうところは埋めらんないのかなと。なるほど、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと疲れましたもう60球も、はいはい、ありがとうございました。皆さんもこの84点を超えれるかどうかチャレンジしてみてください。これを超えればツアー2勝です。夢ありますね。夢あるね。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。